デビッド・ジェイ・ボームデビッド・ジョーゼフ・ボームは理論物理学、哲学、神経心理学及びマンハッタン計画に大きな影響を及ぼしたアメリカ合衆国の物理学者である。ボームはペンシルベニア州イルクスバリでハンガリー系の父、サミュエル・ベームとリトアニア系の母のユダヤ系家庭に生まれた。彼は家具屋のオーナーでもあり、 地域のラビのアシスタントであった父に主に育てられた。ボームはペンシルベニア州立大学を1939年に卒業し、カリフォルニア工科大学に1年間在籍後、カリフォルニア大学バークレー校のロバート・オッペンハイマーの下で理論物理学を学び、ここで博士号を得た。オッペンハイマーの下で学んでいた学生たちの近所で暮らすようになるとともに、徐々に 物理学のみならず、求心主義者として政治面にものめり込むようになった。オッペンハイマー自身を含めた1930年代、後半の多くの若い理想主義者たちのように、ボームは異なる社会モデルに惹かれるとともに、ヤングコミュニストリーグ、ザキャンパスコミッティツーファイトコンスクリプション、ザコミッティフォーピースモバライゼーションのような団体で活発に活動するようになった。 これらの団体は、後に、エドガー・フーバー率いる FBI によって、共産主義のレッテルを貼られることとなる。マンハッタン計画との関係第二次世界大戦の間、マンハッタン計画は、初の原子爆弾の製作のために、バークレーの物理学研究を活用した。オッペンハイマーは、1942年に、軍司令官、レズリー・グローブスによって、 原子爆弾計画のために設置されたトップシークレットの研究所ロスアラモスにボームを誘った。しかし、ボームがすでに政治活動から抜けていたにもかかわらず、彼の友人であるジョセフ・ワインバーグにスパイの疑義がかけられていたことから、研究所のセキュリティ基準をクリアできなかった。ボームはバークレーに残り1943年に博士号を得るまで物理学を教えていた。 しかし皮肉なことに、彼が確立した産卵計算が、マンハッタン計画に非常に有用であることが分かった。途端、彼は研究所に動揺された。セキュリティ確認もないままに、ボームは彼自身の業績にアクセスすることが禁じられ、彼の論文の公開が妨げられるだけではなく、そもそも彼自身が論文を書くこと自体が禁じられたのである。 大学側を満足させるために、オッペンハイマーは、彼が、成功理に研究を完了したことを保証した。そして彼は、オークリジの Y-12 施設で濃縮ウランを得る、ための同位体分離装置について、理論計算を実施し、その濃縮ウランは1945年に、広島に投下された、原子爆弾に用いられることとなる。マッカーシズムにより、 米国を追われたボーム第二次世界大戦が終わり、プリンストン大学の助教授となったボームは、アルバート・アインシュタインと共に研究を進めていた。1949年の5月、マッカーシズム時代の始まりに、ボームは、ハウス・ウン・アメリカン・アクティビティズ・コミッティに、過去の社会主義者との関わりについて検証するために、呼ばれた。しかし、ボームは、 フィフスアメンドメントを宣言して、検証を拒否する権利を主張し、同僚に証拠を提示するのを拒んだ。1950年、コミッティの面前での尋問に答えるのを拒否した罪で、告発、逮捕された。1951年の5月、彼は、無罪方面になったが、すでに、プリンストン大学は、停職処分を課していた。無罪方面の後、同僚は、 プリンストン大学での彼のポストを探し、アインシュタインはアシスタントとして、ボームを求めた。しかし、プリンストン大学は、ボームの契約を更新せず、ボームは、サンパウロ大学の物理学学部長の座のために、ブラジルに立つこととなる。量子理論とボーム拡散ボームは、早い時期に、物理学、特に量子力学や、相対性理論において、 数々の顕著な業績を挙げていた。さらに、バークレーでの大学院生時代には、プラズマの理論を発達させ、ボーム拡散として知られる、電子現象を発見した。彼の最初の著食アンタムセオリーは1951年に、刊行され、アインシュタインや、その他の研究者に、好意的に受け入れられた。 しかし、ボームはその著書に記したようなオーソドックスな量子力学へのアプローチに満足できなくなり、彼ならではのアプローチである、ボーム解釈を発展させた。その予想は、後に非決定的量子理論として完璧に受け入れられることとなる。彼の研究と EPR パラドックスは、ジョン・スチュアート・ベルによるベルの不等式の研究を流す主要因となった。 アハラノフボーム効果1955年にボームはイスラエルに移りハイファにあるイスラエル効科大学で2年を過ごした。ここで彼は妻セロールと出会った。1957年にボームはリサーチフェローとしてイギリスのブリストル大学に移った。1959年にボームは彼の学生であるヤキール・アハラノフと共にアハラノフボーム効果を発見した。 これは遮蔽された空間に対して磁場がどのような影響を示すかというものだった。また遮蔽された空間の中でもベクトルポテンシャルが存在することを示すものであった。これはそれまで数学的な勘弁さから用いられていたベクトルポテンシャルが物理的に実在することを初めて示したものだった。1961年にボームは バーグベックカレッジロンドンの教授になった。そこでは、彼の論文集が保存されている。内在秩序と外在秩序バーベック大学在中時、ボームと比例は内在、外在秩序の思想を発展させた。ボームと比例によると、もの、すなわち、粒子、物質、詰まるとことろ、あらゆる対象は、より深い実在の、 比較的自律的で比較的極在的な特徴として存在するのである。それらの特徴は、ある条件が成り立つ、禁止の下でのみ、独立性を持つと考えられるのである。哲学、民地と科学との架け橋、ボームの科学的及び哲学的視点は分離できないように見える。1959年、ボームの妻セロールが図書館で、 ジッド・クリシュナムルティによって書かれた本を見つけてきて、ボームへ進めた。ボームは彼自身の量子力学における概念と、クリシュナムルティの哲学的概念とが、歯車のように噛み合う様子に感銘を受けた。ボームの哲学と物理学に対するアプローチは、彼の1980年の書籍ホールネスザ・インプリケート・オーダーよび百八十七年の書籍サイエンス。 オーダークリエイティビティにおいて表現されている。ボームとクリシュナムルティは25年以上にわたって哲学と人間性に対する相互の深い関心を抱く親友であった。脳のホロノームモデルボームはまた神経心理学や脳機能のホロノミックモデルの発達に関しても大きな理論的貢献をした。スタンフォードの神経心理学者カール・プリブラムとの共同研究で ボームはプリブラムの基礎理論の確立を助けた。それは脳は量子力学の原理と波動のパターンの特性に従ってホログラムのように処理を行うという理論だった。これらの波形はホログラムのように組織化するとボームは考えた。この考えは複雑な波形を正弦波に分解する数学手法であるフーリエ解析の応用に基礎を置く。 プリブラムとボームが発展させた脳のホロノミックモデルはレンズ的な世界観を推し進める。霧の粒子が太陽光を反射する虹のプリズム効果に似ている。この世界観は慣習的であった目的的アプローチとはかなり違う。どのような条件が世界の見え方を定めるのかを心理学が理解するためにはボームのような物理学者の考えることを理解するべきである。 とプリブラムは考えている。システムとしての思考ボームは人類や人生全般に対して深い懸念を抱くに至り人間や自然のアンバランスのみならず人同士の間でのアンバランスについて考え警告した。そして人類に起こっていることを考えてみよう。技術は進化を続け平和利用にも破壊に使われるにしてもどんどん大きな力を持つようになった。 これらのトラブルの根源は何かその源泉は基本的に思考の中にあると私は考える。と述べるに至った。このようにして、ボームは著書相当あず A システムにおいて思考の幅広く構造的な特性について記している。ダイアログという概念の誕生ボームは後年に社会問題について言及し、ダイアログと呼ばれる概念を提案した。 ボームのダイアログでは対等性、空っぽの空間をコミュニケーションの第一の要求とし、人々の持つ異なる信念を観察することを大切にする。このようなダイアローグが大きなスケールで起きれば、社会に起こる孤立、断片化を克服する助けになりうると述べた。ボームに影響を与えた思想家ボームに大きな影響を与えた思想家として、量子論の類 ブロイ、ニールス・ボア、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、相対性理論のアルベルト・アインシュタイン、鉄人ズッド・クリシュナ・ムルティラがいる。1924年、ド・ブロイ、物質波を提唱。それまで粒子としてしか考えられてこなかった電子には、実は、波が伴う。すべての物質、特に電子には、波が伴うという、物質波の発想、発見である。 ボーム自身は、電子も、また粒子であるだけではなく波のように振る舞う物質派で、あるという物理学上の画期的発見をした、このドブロイに関して、たびたび言及している。しかし、量子力学という枠を超えて、根源的な世界観、宇宙観で、ボームに影響を与えたのは、情景の人物の中でも、特に、アインシュタインと、クリシュナムルティであった。 ボームは1987年に引退するまで漁師、物理学の研究を続けた。彼の最後の研究は、彼と同僚であるバジル・ハイリーとの長年の共同研究の成果として、死後に The Undivided Universe, a n カル・ t h o l o g i c a l Interpretation of Quantum, セオリーとして発行された。彼はまた、ヨーロッパや北米を渡り歩いて、ロンドンの精神科医、 パトリック・デ・メアが提唱した概念であるソシオセラピーを実践する一手段として、ダイアログの重要性について講演を行い、また、ダライ・ラマとの一連の会談を行った。彼は1990年に王立学会特別研究員に選ばれ、1991年にエリオット・クレッソンメダルを受賞したが、1992年10月27日に、 心筋梗塞で亡くなった。ありがとうございます。